平野翔の弟、陸の真実、知られざる成功への道とは家族愛と挑戦の奇跡、平野陸が明かす成功の秘密。平野翔と平野陸この二人の兄弟の物語は、日本のエンターテインメント業界において、ますます注目を集めています。兄の平野翔は、元キングプリンスのメンバーとして、その魅力と才能で多くのファンを魅了し続けてきました。 彼の端正な顔立ちとパフォーマンス力は多くの人々に愛され、その存在感は圧倒的です。しかし、今回の話題の中心は弟の平野陸です。彼もまた芸能界で自身の道を切り開いており、アーティスト、アパレル会社の社長、そして俳優として多岐にわたる才能を発揮しています。最近、陸は大阪でのライブを成功させ、 ファンへの感謝の気持ちを自身のインスタグラムで表明しました。ライブに来てくれたみんなありがとう。最高の一日だったね、と綴り、笑顔で手を振る姿や熱唱するシーンをアップしました。彼の若干動顔なイケメンぶりに、多くのフォロワーが、かっこよすぎる、めちゃかっこいい、といったコメントを寄せています。このように、彼もまた多くのファンを魅了しており、その人気は日に日に増しています。 リクはアーティストとしての活動に加え、アパレル会社の社長としても成功を収めています。彼のブランドは独自のスタイルとデザインで多くの若者に支持されています。その一方で俳優としても新たな挑戦を続けています。2025年春に公開予定の映画千0ニエントゲームでは初の映画出演にして主演を務めることが決定しています。 監督は丸山光太郎氏で、彼の演技力と存在感がどのようにスクリーンに映し出されるのか、多くの人々が期待しています。兄の平野翔と比べると、陸には異なる魅力があります。彼は兄とはまた違った雰囲気を持ち、その独自のスタイルとキャラクターで多くの人々に愛されています。翔が国宝級イケメンとして殿堂入りしている一方で、陸はちょい童顔イケメン。 という新たなジャンルで注目を集めています。このように、兄弟それぞれが異なる道を歩みながらも、お互いを支え合い、励まし合っています。昨年7月のインスタグラム投稿では、リクがお互い頑張ろうねんと綴り、兄不賞と笑顔でポーズをとる2ショットを公開しました。この投稿には、多くのファンが、兄弟仲良いのが微笑ましい、お互いに頑張ってください、といったコメントを寄せており、 兄弟愛が多くの人々の心を温めました。しかし、こうした兄弟の成功には、常に比較というプレッシャーが付きまといいます。特に、リクは兄の影響力と知名度に対して、どのように自分の存在を確立していくのかという課題に直面しています。多くのファンやメディアは、彼の努力と成果を公平に評価しつつも、どうしても兄の存在と比較してしまう傾向があります。 これに対して、リクは自分自身の力で成功するという強い意志を持っており、その努力が少しずつ身を結び始めています。また、兄弟であるがゆえの葛藤も少なからず存在します。多くの人々が兄の名前で仕事を得ているのではないかといった疑念を抱く中で、リクは自分の才能と努力で道を切り開こうとしています。彼のファンは、そんな彼の姿勢に共感し、 応援を続けています。このように、平野兄弟の物語は、単なる有名人の成功話を超えて、個々の挑戦と成長を描いた感動的なものです。特に、陸が兄の影響を受けながらも、自分の道を見つけて進んでいく姿は、多くの若者にとって大きな励みとなっています。彼の努力と成功は、彼自身の力だけでなく、ファンや家族、 そして何より兄の支えによって成り立っているのです。この物語を通じて私たちは家族の絆や挑戦の大切さ、そして自分自身を信じて努力することの重要性を再認識することができます。平野兄弟の今後の活躍にも、ますます期待が高まります。これからも彼らの物語に注目し、応援していきたいと思います。さて、ここで皆さんに問いかけたいと思います。 兄弟や姉妹、家族との絆がどのようにあなたの人生に影響を与えていますかまた、あなた自身の挑戦や成長において、どのような支えや影響を受けてきましたか平野兄弟の物語を通じて、ぜひ自分自身の経験や感じたことを振り返ってみてください。彼らのように、自分の力を信じて挑戦し続けることの大切さを、私たちも忘れずにいたいものです。 平野兄弟の物語から見えてくるのは、個々の挑戦と成長だけでなく、支え合う家族の重要性です。翔が華やかなステージで脚光を浴びる中、陸もまた自分の舞台を見つけ、その場所で輝きを放っています。彼の道のりは決して平坦ではありませんでしたが、その努力と情熱が彼を今日の成功へと導いたのです。兄弟の絆は、しばしば互いの強みを引き出す力となります。 ショーの影響力がリクの初期のキャリアにプラスとなったことは確かですが、それ以上にリク自身の努力と独自の魅力が、彼を多くの人々に愛される存在へと押し上げました。彼の動顔イケメンという特徴は、ファッションや音楽、演技といった様々なフィールドで個性を発揮するための武器となっています。リクが映画、千二0エントゲームで初主演を務めることが決定した際、多くの人々が彼の演技力に注目しました。 初めての大きな役に挑む彼の姿勢は、まさに挑戦と成長の象徴です。映画の公開が近づくにつれ、彼の演技がどのように評価されるのか、多くのファンやメディアが期待しています。この映画での成功が、彼の俳優としてのキャリアに、新たな道を切り開く可能性があります。兄の章も、そんな弟の成長を見守り、時には助言を与えることでしょう。 二人の間には深い信頼と尊敬があり、それが彼らの成功の基盤となっています。彼らの母親もまた、二人を一生懸命に育て上げ、現在の成功を支えています。彼女の愛情とサポートが、兄弟の絆をさらに強くし、互いに励まし合う原動力となっているのです。私たちが平野兄弟の物語に感動するのは、単に彼らが有名であるからではなく、彼らが示す努力、 情熱、そして家族愛に共感するからです。多くの人々が彼らの姿に自分自身を重ね、困難を乗り越える勇気や、新たな挑戦に向かう意欲を得ていることでしょう。特に若い世代にとって、彼らの物語は大きなインスピレーションとなり、自分自身の未来を切り開くための励みとなっています。では、皆さん自身の人生において、家族や近しい人々との絆がどのように役立っていますか 困難な時に支え合い、成功を共に喜び合う瞬間は、どれほど貴重なものでしょうか。平野兄弟の物語を通じて、私たちは家族の大切さや、支え合うことの重要性を再確認することができます。さらに、リクの今後のキャリアにも注目してみましょう。彼がどのようにして自分の名をさらに広め、独自のポジションを確立していくのか。彼の音楽やファッション、 そして演技の分野でのさらなる飛躍が期待されます。これからの彼の挑戦を見守りながら私たちもまた自分自身の挑戦に向き合い努力を続けることが大切です。最後に平野兄弟の物語は私たちに大切な教訓を与えてくれます。どんなに困難な道でも信じて努力を続けることで道は開けるということ。そして家族や友人との絆が 私たちの背中を押してくれる大きな力となることです。彼らの物語を胸に、私たちも自分自身の夢や目標に向かって歩み続けましょう。これからの平野兄弟のさらなる活躍に期待しつつ、皆さんも自分自身の物語を豊かに紡いでいってください。彼らのように自分の力を信じ、周囲のサポートを大切にしながら、前向きに挑戦し続けてください。 彼らの物語が多くの人々にとってのインスピレーションとなり、日々の生活や将来への励ましとなることを願っています。さて、あなたはどのような挑戦に向き合っていますかその挑戦において、誰があなたを支えていますか平野兄弟の物語を通じて、ぜひ自分自身の経験や感じたことを振り返ってみてください。彼らのように、自分の力を信じて挑戦し続けることの大切さを、 私たちも忘れずにいたいものです。